こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はタクメンさんでございまして、タクメンさんっていうのはもう有名店の美味しいラーメンを取り寄せて自宅で作って食べられるという素敵なサイトなんですけれども、結構ね僕もチェックしてるんですけども、長い間上位のランキングがあんま変わんないんですよ。今だったら1位が夢を語れ東京さんの美味しいまあラーメンなんですけれども、実はこれも過去に僕作ってるんです、すでに。なので最近タクメン動画を作れていないという状態だったんですけれども、この間サイトを見ていましたら、おすすめのところに飛び込んできましたラーメンの写真がめちゃくちゃちょっと惹かれるものがありまして、今日はそちらを取り寄せましたので作ってみようのコーナーでございます。それがこちらなんですけれども、男の根性黒醤油かっこチャーシュー入りという麺屋和塩さんのラーメンなんですけれども、名前がもういいよね。そんでこの写真ですよ。実は僕ね、こういうラーメンを出す二郎系ラーメンのお店っていうのは正直入りづらいというか、なんかそのお店独特のルールとかがあったりして、注文の仕方とかで、でそれを知らない人がすごく、いや素人だなみたいな目で見られちゃいそうな気がして、緊張していけないんですよ。っていうのもあって、たくめんさんありがたいんですけれども、入っているものは麺、スープ、豚バラ肉、チャーシュー、おすすめトッピングは炒めキャベツ、炒めもやし、刻みニンニク。炒めるんです、これは茹でるんじゃなくて。炒めるんだ。こちら、スープは油だけで、この量の油が入ったスープ、ダイナミックです。で、こちらが豚バラ肉でございまして、麺はこちら。これまでは全部茹でてきたんですけれども、今回はフライパンでもやしとキャベツを炒め、軽く塩コショウを振ったものをたっぷりと乗せてください。まずは工程が4段階あるんですけども、野菜炒める工程が書いてないから、炒め野菜を作るところから入っていきましょうか。ではまずはお野菜を炒めていきましょうね。結構な量なんか用意しちゃったんですけども、男の根性料理なのでこんくらいあってもいいのではないでしょうか。まずはこの炒めてる音からもう楽しんでください。野菜がしなってきましたね、だんだんとね。で、工程としましてはまずはですね、こちらのスープを熱湯の中に15分ほど入れておくそうなので、こっちのお湯も沸かしておきましょう。お塩もパラパラパラーっと振ります。胡椒もソフォソフォソフォっと振りましょう。このいかついスープ、じゃあ入れて15分ですね。せーの、のはいと。で、なんか今の段階で結構このお野菜だけでもお腹いっぱいになるのかなっていう量には見えてきましたが、一旦揚げておきましょう。そしたら今度は麺を茹でる用のお湯、こっちであらかじめ結構ねあったかいお湯作っておきました。そしたらこの沸騰したスープの中でも背脂がゴロゴロしてるのがもうわかると思います。これです、あれがこうなるんですね。ちょっと色も濃い背脂になりましたね。スープが残り4分になりましたので、麺も茹でていきましょう。おいしょと。と同時に具材もいいんです。そしたら麺やっぱりごめんなさい、太いですね。だいぶもうこの時点ですっごくわがままな麺なのかなっていう気はします。これだいぶ硬派な麺ですね。人だったら応援団にいそうなタイプの麺という、そんなイメージでしょうか。せーの、の、はいはい、ザパン、はいザパン、おいしょ。はい、湯切りをかましまして、そしたらスープですが、すごいね。はい、ドーンと流し込みます。わー、浮いてきた、しっかり浮いてきた。これめちゃめちゃ美味しそう。もうすんごい美味しそう。うわ、あふれちゃう。どうしようどうしよう、大丈夫大丈夫だ、いい丼だった。で、なんかこう来て、なんかこう整えてみたいみたいな気持ち。そしたらお野菜をドンとたっぷり乗せていいってことですよね。結構行こうと思えば全部乗せられるもんなんだね、これね。そんで豚バラ肉をここにもう直接、うわ、ちょっと待って、美味しそう。あ、2種、この感じとこの感じの2種混合肉でございました。完成でございます。どうでしょうか、男の根性黒醤油ラーメン。
いただきます。まずはこのスープの方、わあもう濃そうだね。あ、ガツン、ガツガツ醤油、ガツガツ醤油で確かにすごい甘深いって言葉ある？なんかしょっぱいと甘いを同時に味わうような不思議な黒醤油、まあ醤油なら醤油スープなんですけども、うん、はい、だからその油の甘みもそうなんですけども、鶏が奥に潜んでる感じかな、それが深みにつながってるって説もあるのではないでしょうか。でちょっとすみません、麺をまず食べちゃいたいね、お野菜よりも先に、すみません、やっぱりラーメンはちょっと麺食べたいっていうのもありますので、野菜より先に麺いきますが、うんうんうん、もちうんうめ、ちょっと今の一口でいろんな感動があった。まずすみません、一言、うまい。まず麺はもっと硬いかと思ってたら、もちっとした心地よいむっちり感、ムチ麺でした。ムチ麺であることに対して僕ムチでした。でこのがっつり背脂スープをまとったお野菜で追いかけたんですけども、たまんなく元気な顔を見せてくれてた。そんくらい味わいがパワフルな野菜になってた。うまい、これうまいぞ。うん、うまっ。いやなんだこれ、すっごく確かに男らしくてガツンといろんなさパラメーターが振り切ってる感じするんだけども、繊細な部分もちゃんとある感じがするの。だからちゃんと細かいことに気配りもできるマッチョの方みたいな。うん、いや大胆、大胆は正義ってことを思い知らされる。ラーメンだらもうこんだけがっつりくると、なんかさ僕なんてさ美容室行って髪洗ってもらうときに、こうやってさ顔にさかぶせてもらった布がちょっとずれたときに、この手を使わずに口だけで直そうとするの恥ずかしいけど、直したいな、どうしようかな、口で行こうかなっていうことをずっとうじうじ考えているタイプ。そんなんじゃなくて、やりたいようにやればいいし、口でずれたから直してくださいって言えばいいじゃんっていうことを言ってくれてるかのようなラーメン、男らしい。うん、うまい、うまいな。ずっとなんかファミレスでドリンクバーとか注文したくせに、1回しかジュース取ってきてない時とかに、やっぱ損しちゃうからもう1回くらい取りに行かなきゃとかって思ってる自分が恥ずかしくなるような男らしい感じ。ということで今日はもう早めにニンニクをぶち込んでみましょうか。こうね、こう生ニンニクの方を、これでしょ結局、これを入れたらまた美味しくなっちゃうやつなんでしょ。これをがっつり、いい匂いだな、がっつり混ぜて、じゃあその記念にもうこの脂身プルンプルンのプルンプルンのやついきましょうか。いやうまい、ダイナミックにも程があるな。まあニンニク入れてさらなるパワーアップしました。もっと男らしくなっちゃった感じになりました。コストコのディナーロールってディナーって言ってるくらいだから、朝食べていいのかな、夜じゃなきゃダメなんじゃないのかなって悩んでる自分が恥ずかしくなるような男らしさ出ました。でこの紙にさっきつけ麺としても美味しいみたいなことを書いてあったと思うんですけれども、個人的には油そばでも美味しいんじゃないのかなって思えるような味わいだとは思います。で今度またこの豚バラ肉絡んできましたよね。いや家で作って食べられるラーメンがこんだけうまいってもうたまんないよね。高いけどね、タクメンさん。ではここでさらなる味変ということで、生卵タイム行ってみましょう。よーく混ぜましたらと、麺をこう取ってこっちにこうつけて絡めていかがでしょうか。マイルドになったけどやっぱり男、やっぱり男は奥に潜んでる。いやうまい、これもこれでやっぱうまいね。結局うまい、何してもうまいよこうなったら。
はい、ごちそうさまでした。とんでもなかったね。がっつりでしたね。なんか男の第一歩を踏み出せた気がしましたっていうのはいいんだ。それはいいんだ。それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ。だから紹介しますけれども、タソタソメンさんからのコメントで、ハイジーさん潜在の食レポお願いしますじゃないのよ。あれドリンクじゃないのよ。確かに子供の頃あれ見てうまそうな色だなって思ったことありますよ。メロンジュースみたいだなって思ったことありますけども、あれダメだから飲んじゃ絶対に。それ思ったことない？みんな。あ、僕だけ？あ、すみません、また男らしくない部分出ちゃいました。